です。ご飯もトッピングです。後からかけたので。で今日は納豆に生のニンニクをすりおろして混ぜてみました。よだれだらだら。ではいただきます。辛くないですか？なぜニンニクかというと、抗ウイルス、抗菌作用が高いので入れてみました。で今日は、鹿のハツと野菜を煮たものがスープでした。早いな。